イクラの醤油漬けマスコの醤油漬けイクラとは、鮭やマスなどの魚卵である。筋子の卵巣膜を取り除き、産卵前の熟した卵を一粒ずつに分けたものを、刺して呼ぶ。バラコとも呼ばれる。一般的には加熱加工をせず、塩漬けや醤油漬けにして食べる。イクラの語源は、ロシア語の魚卵、小さくてつぶつぶしたものから。ロシア語で、イクラは、 鮭に限らず、魚卵であれば、キャビアもタラコもすべて、イクラである。日本では、酒かの卵をばらしたもののみを指すが、ロシアでは、酒の卵は赤いイクラと呼ばれる。一方で、黒いイクラは、キャビアのことである。もともと、日本では、魚の卵巣から取り出したものと、粒状にばらしたものを区別する名称がなかったが、ある時、ロシア人が、 粒状にばらした鮭の卵をイクラと呼んでいるのを見た日本人がこれをイクラと呼ぶものと思ったことに由来するとされている。実際、筋子と区別するのに都合が良かったため全国的にイクラと呼ばれるようになったとされる。ロシア式の鮭の卵の食べ方が日本に伝わったのは大正時代でカラフト町水産試験場がロシアから伝えられた製法で保存の効く塩漬けを 試験的に製造したのが始まりであった。現在では、やや甘口の醤油漬けが主流になり、イクラ丼やイクラの寿司として使われている。日本において、白酒の卵が主流であるが、ロシアで使用されるのは、カラフトマスの卵であり、これを原料としたものを、日本では特に、マスコ、マスイクラとして区別する場合がある。スジコは、タラコのように粒が、 白膜に包まれているのではなく、すべての粒が、ごく薄い膜でつながっている。このため、これをイクラに加工するには、テニスラケットのような目の荒い網の上に押さえつけて揉む、必要がある。未成熟の卵はまだ皮が弱く、この工程に適しておらず、ある程度成熟したものが、イクラの加工に適したものとなる。ただし、すでに河川に入り遡上を始めた卵は、 ほぼ完全にほぐれている。ゴムマリのように硬く、というのは、あくまでも産卵後に、卵が川の水に触れて表面が硬化するのであり、産卵直前の母体から直接取ったものは、表皮は柔らかいままである。ただし、再卵後に真水につけると同様に表皮が硬化する。一般に魚卵ラントワインは相性が悪く、同時に食すと、鉄イオンが発生し生臭さを感じてしまう。 組み合わせであるが、これはワイン中に含有する鉄分が原因で、含有量は、魚介類料理との相性に大きく影響を及ぼす。生臭い匂いの強さは、鉄分濃度に依存し1億点マイナス3オン、マイナス2、4ヘプタジエナール等の物資により生臭みが増強されてしまうとされている。なお、ワイン中鉄分の起源は、土壌、製造工程中の鉄製品、 コラージュに依存している。鮭は産卵のために北、太平洋のカムチャツカあたりから南へ下ってくる。北海道では8月後半から9月初めにかけて秋鮭漁が解禁となる。11月になると三陸や新潟でも漁が本格化する。解禁となった当初は未熟卵であり、粒が小さく皮も弱い。この時期の卵は イクラに揉むことはもちろん、冷凍さえも難しい。粒の皮が弱いため、冷凍した時に皮が破れやすいからである。この時期のものは、主に筋子として流通される。産地によって、成熟時期に、差異はあるが、平均的に10月くらいになると、卵が成熟してきて、イクラに適した状態になる。11月頃になるとさらに卵は成熟し、粒がさらに大きくなる。 なお、イクラの皮は消化されにくいため、アレルギー源となりやすいタンパク質である。北海道では、秋の味覚として、家庭で生すじ故からイクラを作る。その際に、ぬるま湯につけて、手で丁寧に皮を取り除き、バラコにする。湯につけるため白く濁ってしまうが、その後の工程でまた色が戻る。製造の過程では、真水に触れてはならない。乱獲が硬化するので、 海水かそれ以上の濃度の塩水を使う。一般には、非加熱状態で食されるが、宮城県渡り町の腹米飯など半加熱状態で食する料理もある。世界でも、イクラをそのまま食用とする地域は限られている。日本にイクラの製法を伝えたとされるロシアでも、日本ほど日常食にはしていない。鮭を捕獲してもイクラの食用を行わない地域では、 収穫された鮭の卵のほとんどが日本への輸出用に加工される。資源を無駄にしないと言われているイヌイットでも、イクラを食用とする習慣がなく、漁をしたその場で鮭の卵は内臓と共に捨ててしまう。アメリカ合衆国、カナダは食用にはならないが、砂糖漬けの瓶詰イクラが釣り絵として売られている。内臓類や粗と共に、家畜の飼料の材料にすることもある。 米国でも日本食ブームにより、寿司ネタの一種として、イクラがよく知られるようになってきた。一般的ではないが、たまに高級食材として、スーパーなどにも保存性の良いイクラのパックが陳列されている。従来よりロシアとの交流が深く、キャビアも食されていた西欧では、寿司ブームとは関係なく、古くよりバターをつけたパンに乗せるなどして食べる習慣があった。普及については、 1960年代にはすでに鮮魚店が珍味として販売しており、70年代後半にはスーパーでも見かけるようになった。80年代になるとスモークサーモンと共に一般化、大都市部スーパーが常備するようになり、今日では中型都市でも当たり前のように置いている。人造イクラとはいわゆるコピー食品の一つである。世界で初めて、 富山県魚津市の日本カーバイド工業が人造イクラの生産に成功した。収穫量の少ない天然物の代わりとして、サラダ油と海藻エキスを主原料とした人造イクラも出回ったことがある。皮にはカラギーナンやアルギン酸ナトリウムなどが用いられる。見た目は本物のイクラとあまり違いはないが、食感が硬く、中身がゼリー状でイクラのように液体は出てこない。 味は近いが、香りは、やや薄く、また本物のイクラは熱湯をかけるとタンパク質が変化して表面が白く濁る。プリン体が少なく、コレステロール値が低いため、抗議のダイエット食品としての利用も可能である。しかしながら、現在では、食感の違いなどもあり、一般市場に流通することは、あまりないが、おろし丼屋など通事業務用として販売されている。ただし、 回転寿司のイクラは、ほとんどが腎臓であるといった風評は、誤りである。回転寿司では安価で提供する場合、サイズは、小さいが、低コストのマスイクラなどを用いている。イクラは、真水に使ったり成熟が進んだりすることで皮が硬くなることがあるが、このようなイクラの皮を潰して、中身を取り出し、腎臓イクラの手法で皮を作り直すという手法も、存在する。 ヨーロッパでは人造イクラの技術を応用してカプセルもしくはスフェリカスの名前で調理科学を使った新しい調理方法として中にジュースや粉状の食材などを封入した新たな調理方法として発展し現在それらの手法が日本に逆輸入されているジュースやシロップなどの中に甘い飲み物を入れたものはボバボバコーティングジュースの名前で販売されている また、アルギン酸ナトリウム水溶液と塩化カルシウム水溶液を利用した腎臓イクラ作りは科学実験として広く行われている。ありがとうございます。